色まだらのひだベリブレイントゥーモア。電気の渦に禁止ざわめく言語中枢。粘膜はびこる粒状の言葉、それが骨です。カノシタの衆生の肉袋に拷問、生ゴミ殴り出すラグマスター。ブヨブヨしていて顔がない。刻まれた時間がそうです。しわくちゃの黒い音の塊、ねじけばらける。わななく昆虫の腹のように機関の狭間にくすぶる声は、痛みにしびれるスラグマスター。欲しいのは他人の血だが、肉こぶ戦隊イボレンジャー、粒肌戦隊ひだべり錦無脊椎レンジャー、主要戦隊ガンレンジャー、糞尿戦隊虹色まだら人型ウジ虫レンジャー、スラッグマスター。シューパッ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 。俺の名はバイブシューパッ。インターナショナルイルシェイカーの怪人だ。シューパッ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 。俺たちレンジャーは醜い体をデコレーション。体中の組織という組織がめちゃくちゃに散らばりもつれ入り組んでいる。ロゴスの力で俺たちは1000点以上超常体として生まれ変わった。バイブシェパード、正義の名のもとにお前の機関に電磁波を送り、体を緩ませロゴスで刻み、脳みその内側に俺たちの目玉を転送し、その見たいと欲する回転の熱でなぶり、貴様の恥ずかしい内臓を引きずり出して変な形の器官を全部この目で見てやる。それからお前の腹の空洞に俺たちの体を覆い尽くす不要な組織と、貴様になぶり殺されたあのかわいそうな少女の髪の毛を喉元までぎっしり詰めとん。お前はその間もこのお前はその間もこの薬品の作用で生き続けなければならないのだ。貴様にとどめを刺すのは、博士があの少女の亡骸を改造して作った巨大バイブ型原子力爆弾だ。あの子が貴様の肛門を引き裂き、放射性のゲロを吐きながら爆発するんだ。さあ覚悟しろ。行くぞみんな。ゴー。